行政書士行政書士法に基づく国家資格で観光所への提出書類および権利義務事実証明に関する書類の作成提出手続き行政書士が作成した観光所提出書類に関する行政不服申し立て手続き等の代理作成に伴う相談などに応ずる専門職で職務上請求を行うことができる8事業の1つである。 気象はコスモスに行の字。八事業とは、事業の中でも特に職務上の必要から住民票や戸籍謄本などを請求することが認められている8つの職業を言い、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、開示代理士のことを言う。行政書士は他人の依頼を受け、報酬を得て、観光所に提出する書類。 および権利義務、事実証明に関する書類に関して法律に基づき作成、またはその代理、または代行し、加えて当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする、また特定行政書士の付記がされたものはこれらのほかに行政書士が作成した 観光所提出書類に関する行政不服申し立て手続き等の代理及びその手続きについて観光所に提出する書類を作成することを行とすることができる。行政書士の書類提出先の観光所とは各省庁、都道府県庁、市区役所、町村役場、警察署などを指し、 法務局または裁判所に提出する書類など他業種の独占業務に係る書類は取り扱うことができない。権利義務に関する書類とは権利の発生存続変更消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を言いい主なものとしては遺産分割協議書各種契約書すなわち贈与売買交換消費対策使用対策賃対策雇用請負委任 帰宅・組合、就寝定期金和解に関する契約書、年書、示談書、協議書、内容証明書、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などがある。事実証明に関する書類とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書を言い、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類、 すなわち、一図、案内図、現況、測量図等の図面、各種議事録、会計帳簿、貸借対象表、損益計算書などの財務書表、真述書などがある行政書士が作成する書類は簡単な届け出書類から複雑な許認可手続きに至るまで多岐にわたり3000種類に及ぶと言われる代表的な例としては新車を購入した際の登録手続き 飲食店や建設業を開業する際の許認可手続き、法人設立のために認可を要する際の認可手続き、および定款認証手続き、議事録等の手続き、作成、外国人の在留資格の更新および変更手続きなどが挙げられる。これらを取り扱う書類に関する実務的知識と理解力は業務上で必須であり、 建設業法不動産及び農地などに関する法令の習熟も求められる書類を作成する上で用紙を的確に表現する文章力も欠かせないまた近年観光所に提出する書類は簡素化される傾向にあり行政サービスの向上も伴って観光所に提出する書類のうち簡易なものは本人が容易に作成し提出できるようになったそのために これからの行政書士は高度な専門知識を必要とする書類作成へ関与を深めていくことになるであろうと予想される行政書士の職業分類例としては法務経営文化芸術等の専門的職業と分類される行政書士の歴史1951年昭和26年に行政書士法が成立するまで 誰でも事務所の所在地を所轄する警察官所の許可を受ければ大書業を営むことができたしかし中にはデタラメな大書人もいたため明治30年代後半頃からそのような大書人を取り締まるため各地方レベルで大書人取締規則が発令されたその後1920年大正9年にその各地の取締規則を統一した大書人取締規則が内務省の省令として発令され この全国統一規則によって定義された代書人が現在の行政書士に至る系譜をたどることとなる行政書士となる資格次の覚悟のいずれかに該当する者は行政書士となる資格を有する1行政書士試験に合格した者2弁護士となる資格を有する者3弁理士となる資格を有する者4公認会計士となる資格を有する者5税理士となる資格を有する者6 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上になるもの以下詳細は省略結核自由次のいずれかに該当するものは上記にかかわらず行政書士となる資格を有しない未成年者破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの金庫以上の刑に処せられたものでその執行を終わりまたは執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から3年を経過しないものその他以下詳細は省略登録行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない2023年3月末時点の登録者数は5万1,041名1,185法人である行政書士法上の業務独占業務 観光所に提出する書類、その他、権利義務または事実証明に関する書類を作成することは、他の法律に別段の定めがある場合を除いて、行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て行として行うことはできないとされ、違反すれば刑事罰を科され得る。独占業務の例外、他事業の職域など多数の例外がある。詳細については省略します。業務上の義務、 守秘義務。行政書士は正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、行政書士で亡くなった後も同様である。これに反したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される。記名義務。行政書士はその作成した書面について記名し、その職員を押印しなければならない。業務継続義務。 行政書士が引き続き2年以上行政書士業務を行わない場合には日本行政書士連合会はその登録を抹消することができる。依頼に応ずる義務行政書士は正当な理由がある場合でなければ依頼を拒むことができない。特定行政書士日本行政書士連合会が実施する特定行政書士法定研修を終了した行政書士は 行政書士が作成した観光署に提出する書類に係る許認化などに関する審査請求、再調査の請求、再審査請求など、行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、およびその手続きについて観光書に提出する書類を作成することができるように、特定行政書士の付記がなされる。なお、特定行政書士の付記がされている行政書士は全体の10%ほどであり、少ないのが現状である。 行政書士法人行政書士は業務を行うことを目的として法人を設立することができる行政書士会行政書士は都道府県の区域ごとに快則を定めて1個の行政書士会を設立しなければならない行政書士会は会員の品位を保持し業務の改善進歩を図るため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする業務に関する補足情報 行政書士の職務に関連する基本事項についての解説書留郵便について書留郵便郵便においては日本郵便が定める郵便物の種別において第1種郵便物と呼ばれる郵便物として手紙の郵便が行われている第1種郵便物とは第2種郵便物第3種郵便物第4種郵便物とならない紙などの郵便物全般を言い単に手紙と呼ばれる場合がある 書留郵便とはそのの特殊取扱いの一種である。書留郵便は主に重要書類クレジットカード現金チケットなど軽量な貴重品を送付する際に利用されている輸送中や配達中に1通でも紛失すれば速やかに発覚する仕組みになっているため郵便局が扱う郵便物等の中で最も取り扱いが厳密なサービスである書留は一般書留現金書留簡易書留の3種の総称である 追跡番号がついており簡易書留を除き引き受けから配達の中途の送達過程まで書面および端末データで記録され郵便追跡サービスでの追跡が可能である受け取りにおいては印象またはフルネームの署名が必要なので必ず対面で配達される。 宅配ボックスへの配達は禁止されているが2017年6月1日より集配郵便局に別途申請をすれば戸建て住宅に設置された宅配ボックスのみ配達可能となったなお書籍や雑誌などを割安な運賃で送付できる郵便には含まれない運送サービスである u メールは郵便物に準じた書き留めとすることができる一般書き留め現金でない重要な郵便物 簡易書留でカバーできない損害要証額5万円を超える郵便物郵便法の規定により貴金属や宝石を郵送する場合に使われる要証額とは荷物が届かなかったり破損したりした場合の郵便保険制度の金額のことをいう郵便物の引き受けから配達までの送達過程を中継局も含めて書面及び端末データで記録する要証額の最高額は500万円まで設定でき 特殊取扱料金は、要償額10万円までで480円、10万円を超え、5万円増えるごとに23円が加算されていく。なお、配達証明、引き受け時刻証明、本人限定、受取、内容証明、特別送達の取り扱いとする場合は、一般書き留めを併用しなければならない。内容証明、差出日付、差出人、宛先、文章の内容を、 国の特殊会社である日本郵便が当本により証明する制度であるつまりこの手紙をいつ誰にこの内容であなたが出しましたということを国が証明するものである裁判所への提訴調停や裁判外紛争解決手続きの非償手続き損害賠償請求検察庁や労働基準監督署、警察などの公的機関への告訴告発といった に訴えととわれれるる。法的措置の前段階としてて用されているまた同時に配達証明も利用することにより郵便物が配達された事実の証明及び配達日付の確認が可能である内容証明を用いるような郵便物は法的紛争もしくは紛争予備のための証拠とすることを意図されることが多いため配達証明と併用することが一般的である。 内容証明は出すこと自体が訴えの提起を予告する意味もあるまた悪徳商法業者や違反の取引者に対して不法不当なことには泣き寝入りしないという強い意志を持っていることを相手に伝え相手方の出方を牽制できるという面も大きい訴えを起こすことを予告して相手を心理的に威迫しようとする時はこれにより法律家や法的機関の関与を匂わせることも可能である 現金書き留め。現金を郵送する場合は、現金書き留めとしなければならない。現金を現金書き留めとしないで、普通郵便やレターパック等で送ることは、郵便法第17条に違反する行為であり、発覚した場合は、郵便法第40条によって郵便物が差出人に窓口で返還され、 意図的に行っていた場合は郵便法第84条第1項によって不正に郵便に関する料金を免れたものとして30万円以下の罰金刑が科される可能性がある。引受け後の部内での取り扱いは一般書留郵便物と同じである。要償額の最高額は50万円まで設定でき特殊取扱料金は要償額1万円までで480円。1万円を超え、 円円超えるごとに11円が加算されていく。オプションサービスは一般書き留めにあるものとほとんど同じものが利用できるなお以前は現金書き留 UPAC として UPAC で現金を送ることができたがサービスの改定で2010年以降は UPAC で現金を送ることは原則としてできなくなった会員書き留め内容品の価格が5万円以下の少額の金券類や 金銭的価値がないか小さいクレジットカードやキャッシュカード小切手や手形願書や入学手続きなどの重要書類の発送など対面配達を希望する場合に多用される郵便物の引き受けと配達のみ書面および端末データで記録する一般書き留め現金書き留めと異なり中継局での記録は行わない国民生活センター 独立行政法人国民生活センター法に基づき設置された日本の独立行政法人で国民生活の安定及び向上に寄与するため総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに重要消費者紛争について法による解決のための手続きを実施することを目的とする所轄官庁は消費者庁 1970年昭和45年に森永ヒ素ミルク中毒事件やサリドマイド問題の発生を契機に特殊法人として設立1972年昭和47年からは消費者からの苦情を処理するために特定メーカーの品質機能などのチェックを開始2003年平成15年に独立行政法人国民生活センター法に基づき独立行政法人化されたさらに 2009年平成21年からは重要消費者紛争を対象に国民生活センター ADR すなわち裁判外紛争解決手続きの制度が始まったしかし相手方である事業者がそもそも手続きに応じないケースも現れている内閣府は現行法では悪徳業者を呼び出せないので将来的には法律改正して事業者を呼び出す権限を付与する方針を固めた 具体的な業務としては一般消費者からの直接間接消費生活に関する相談の受付被害情報の収集蓄積これに基づいた情報提供市販商品テストや結果に基づいた企業への改善などの要求などを行っている全国の消費生活センター協力病院から収集した自己情報をもとに作成したリーフレット「暮らしの危険」を発行している消費生活専門相談員 国民生活センターが実施しているる。内閣総理大臣認定の国国家資格である国民生活センタおよび各地の消費生活センターで消費者相談に携わる相談員の能力資質の向上などを図るため相談業務に関わる公的資格制度を創設することが決議され1991年度から実施している資格者により全国消費生活相談員協会という全国組織も結成されている。 一般に企業と消費者では企業の立場が高く悪徳業者に騙され泣き寝入りするケースが多いそこで弱者である消費者の立場に立ち相談を受ける消費生活相談員が必要とされ全国の地方公共団体設置の消費生活センターで消費者相談員が消費生活に関わることについて消費者からの相談を受けている ADR= 裁判外紛争解決手続き 訴訟手続きによらない紛争解決方法を広く指すものをいう。adr は、相手が合意しなければ行うことができない。平成16年に成立。紛争解決の手続きとしては、当事者間による交渉と、裁判所による法律に基づいた裁定との中間に位置する。紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと。仲裁のように、第三者の判断が当事者を拘束するものとに大別される。 ADR の種類には圧っ調停、仲裁がある。圧っは当事者同士での交渉で解決を図ることを目的とし、圧っ人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものである。あくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、圧っ人が解決案を提示することもあるが、拒否することができる。調停は当事者同士の合意で解決を図る点は圧っと同様であるが、 両当事者の意向を組んで調停人が調停条項案を作成しこれに対して両当事者が賛否を表明する形を取る点においてあっせんと異なる。仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意した場合に仲裁人が仲裁を行うものである。これを仲裁合意という。仲裁合意は当事者を手続き的にも拘束し当事者は仲裁判断を拒否することができない。また 控訴や上告などの不服申し立ての制度はなく仲裁がなされたケースについて原則的に裁判を起こすことはできないなお機関によって ADR の故障は異なり故障が圧っであっても内容は調停であることもあるので利用する際には確認が必要である ADR の一般的な流れ ADR を利用したい人が ADR 指定機関に申し立てを行い申し立てを受け付けると ADR 機関が相手方に連絡する 相手方が ADR 手続きに入ることに合意すれば手続きが始まるが拒否すれば手続きは成立しない ADR による解決が望めない場合などは却下されることもある ADR 手続きが始まるとあっせん人調停人仲裁人が選ばれるが複数の候補者から当事者が決める場合もある ADR の代理人は主に弁護士であるが 司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの専門家にも一定の条件のもと ADR 手続きの代理が認められている。斡旋調停の場合は当事者が合意すれば成立となり手続きが終了する。当事者が拒否した場合は不成立となる。仲裁の場合、仲裁人が仲裁判断を行うが事前に仲裁合意を行っているので当事者はこの判断を拒否できない。民事訴訟との違い。 ADR は当事者間での任意の交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段の一つである同様の場合に選択肢となる裁判所における民事訴訟と比較した場合 ADR の長所としては利用者にとっては費用が少なく済むこと非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができること訴訟には参加できない実質的な利害関係者も含めた解決が可能なこと 厳密ななな事実認定を必要ととしないことなどが挙げられるまた実施期間が裁判所に限定されず他の機関で紛争解決を行うことにより裁判所にとっても持ち込まれる紛争が減り紛争処理に関する負担の軽減につながる一方短所としては仲裁での解決を選択すると裁判を受ける権利が失われること話し合いベースの ADR の場合必ずしも紛争解決に至るとは限らないこと 仲裁判断以外は債務名義とならないので公正証書等を作らないと強制執行ができないこと ADR 機関が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあることなどがある事業再生 ADR 会社の経営が行き詰まった企業の事業再生を目指すにあたり会社構成法や民事再生法 破産法などによる裁判所の法的な紛争解決の手続きを使わずに当事者間の話し合いで解決する手続きのことである2007年に産業活力再生法の改正により制度化された「一般社団法人事業再生実務化協会」が唯一の認証機関となっている「日本における ADR の推進」「前述の訴訟手続きの欠点を補い気軽に利用できる紛争解決の手段を整備すべく」 裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律を定めて司法制度改革の一環として ADR の推進が目指されている推進が始まったきっかけは司法制度改革審議会の司法制度改革審議会意見において ADR が裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるような拡充活性化することが必要であるとされ関係機関等の連携強化の促進と 総合的な ADR の制度基盤及び仲裁法制の整備が提唱されたことである。